何かが良くなるかもしれないという期待のことでしょうか。ううん、希望というのはね、そうすることに意味があると信じられる何かのことだよ。私は私として終わりを迎えたい。誰かの記憶と混ぜ合わされるなんて、まっぴらごめん。そんな、それは銃を手に取ってどうするつもりです。現状の結果が受け入れがたければ逃げましょう。逃げる？電子的な痕跡を残さなければ隠れ続けることは可能です。その点あなたは非常に有利だ。しかも政府の電子的なリソースは戦争に割かれていますから、探すような暇がない。それで一人で生きていけって。え？本当を言うと、あなたが来る前、ここ何年か私は電脳化しようかとかなり本気に考えていたの。あなたに言われた通り、寂しかったからね。でも、ここまで来たんだからって意地を張ってた。そこにあなたが来た。それで思ったよ。ああ、人といるってやっぱり楽しいなって。次に会えるのを楽しみにしてた。月日が経つのが待ち遠しいなんて信じられなかった。逃げるにしても、あなたは電子的な痕跡の塊だよね。それは。だから、あなたとは逃げられない。それに、接続が回復したら、何せよあなたの今の記憶は誰かの頭にコピーされ、拡散され、今のあなたはいなくなる。ねえ、最後にいいかな。何をです？あなたの記憶を追体験する誰かが今のこの感覚も再現したらちょっと嫌だな。わあ、こいつ胸ちせえとか抱き心地から思われたらすごいよ。この記憶を再現するとしたら、きっと現場検証か私の処分を決める際の証拠として記憶を追体験するでしょう。ならば視覚と聴覚だけだと思います。こんな時でも事務的だね。やっぱり人工知能なんじゃないの？私は人間です。そういうことにしておこうか。それじゃあ、頭はやめとこうかな。死んでも私の脳みそからデータを引き出して使えるよね。私が死んだ後なら、まあ勝手に使われてもいいかなって思えるし。ですがやっぱりこんなこと。いや、私は家畜にもならないし、一人で生きたくもない。ましてや、私が私で亡くなるなんて耐えられない。
すごく評判が良かったです。それにあなたの作成するデータ群はその領域が独特で、人工知能が模倣しようとしてもアルゴリズムの開発がうまくいっていないみたいです。意外性と制限事項が多すぎるようですね。当然十分な時間をかければ模倣は可能なはずですが、なんというかその時間を節約しろと言われました。つまり？はい、もっとたくさん作ってほしいという依頼です。嬉しいけど急ぎで必要ってなんかよくわからないね。私の作ってるのって娯楽用じゃないの？まあいいか、とりあえず入りなよ。それで聞かれていた点ですが、すみません、以前ご説明した通り話せません。もっと言うと、私はその点の記憶領域を封印されているのです。まあお役所のことだからいろいろあるのか。何にせよ必要とされるのは嬉しいかな。申し訳ありません。いいよ別に。けどあれだね。何ですか？この前言ってたじゃない、電脳化していると記憶は人格に依存しないって。はい、記憶データは互換性があります。ということはもしかしてそういう娯楽作品を作ってるかもしれないんだよね。どういうことでしょう？私の作品を人工知能が模倣できないということは、私が何をするのかも人工知能が模倣できないということでしょ。そしたら私と、you